SC、切り替わり早ぇな <laughs> はい、ようこそ、ゲストの皆様こんにちは、オダケンです。今回も楽しいゲーム、一緒に。やっとこうぜ。よし広告がすごい出てる <laughs> ねえ、リモートシステム096のゲームかなって勘違いしちゃうね。はい、えー、冗談はさておき、SCP-096、社以外ですね。こちらのホラーゲームと、えー、また別のホラーゲーム、二本立てでお届けしようかなと思っております。まず最初、こちらからやっていきましょう。ちょ広告多分消えるよね。あ、ステージあんだ、これ。はい。とりあえずこれやっていきましょう。今回はこのステージと、もう一つ別のゲームを用意してあるんで、遊んでいこうかなと思います。行きましょう。結構リアルだね。うん。<laughs> りが超待ってんんじゃんオーブじゃなくてホコリでしょ一瞬ホタルかなーと思ったんだけど、ね、これがねホタルだったら節子すごい喜ぶじゃんあ<っ>何か鳴ったんだんだこれ災害が脱出したみたいな感じかなはいこれも脱出ゲーですさあじゃあ出口を探しましょうガッ見つかっちゃった早速 社外って一度僕のことを見つけると、見つけた相手が死ぬまで一生追いかけてくるみたいな感じのキャラでしょはい。キャラとか言っちゃった。出てきたな、広告。パソコン版でやってるんですけど、これね、ね、どうすんのこれ。うん。再起動すれば問題ない。了解。じゃ、死んだら再起動ね。<laughs> ちょっと手間だな はい。そういうなんか出ないような設定できるのかなンンのいいやとりあえずやっちゃいましょうンンここにいたんであ<ー>ランダムかな車以外の配置はランダムかなっぽいですねちょっと行きましょうどこに行くのかわかんないけどちょっと待って待っと、怖い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 ,怖い,怖い音が怖いよいないねあれいる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 これ逃げきれんのかな 網戸に止まった虫みたいな体勢しやがってちょっと予想以上にこれ難関だなこっち行ったらダメだったから今度こっち1回行ってみますあここでもなるんだ2回とも上側で災害出現したんでじゃこの辺がちょっとカビだとやかましいな なんだろう。うで、なぜか右上でカウントされてるね。はい。封鎖されちゃった的なこと言われましたね。あー。これれかな助けが来るまで、災害から身を隠せみたいな感じかなはい。助けが来るのを待とう。随分下まで降りれんのね。降りちゃうか。 広そうだね、ステージ。なんか走るの結構かくつくんだよね、これ。主人公。つまずくような感じがある。あ、ここあれじゃん。タイトルの。はい。あ、音立てちゃって大丈夫こういうの。ここは、なんでもない。そしてなんで主人公これ、撮影してんの俺の最後を映そうみたいな。プロ意識が芽生えたのかな、主人公に。ふ <laughs> ふ ここすごいね。なにこれ。うんごいじゃん。ん一応これ SCP の研究施設らしくて、主人公は D 職員みたいですね。うん。基本的に D 職員が SCP の管理をするんだよね。管理というかさ、お世話みたいな。あれこんなもれねえか来た来た来た。ここにいればさ、災害来れねえんじゃん。行ったこの辺にさ、いたら災害から逃れられんじゃない ずっと止まってられるってことはできないんで、ちょっともう一回登りましょうか。はい。走りにくいな、やっぱこのゲーム。ジャンプの仕方が変えるみたいだし。なんかいるかいや、ぶっ続けで、シャイガイちゃんに会っちゃったんで、気をつけながら行きましょう。ここは最初来たとこだよね。今の通路は。うん。じゃあさっきの赤いところ行こうか。 災害が虫のように網戸に止まってたところ。来たらすぐはしを登って逃げよう。いいよ。でも、これ4分後に多分解除されるってことかな。さっき、えっ、ー、と、封鎖したって言ってたんで、おそらく4分後に解除されて、どこか、扉とかが開くのかな。うーん。まあいいや、とりあえず待ちましょうか。これ鉢合わせたら怖いね。 7分また待たないといけないことになっちゃうから、一回見つかったら終わるからね。うん、特に何もなかったな。アイテム何か見つけんのかなと思いきや。そういうのもなく。はい。また、これはこれは関係ねえか。はい。こっちもいないしな。 鳥肌そう目が取れてない目が後追ってるよ災害 <laughs> の背中追ってたんだけど目が。あいつの眼球取れてら。すげえ怖かったね今の終わったって思ったもん今。いないいない。あ、いなくなってる。あー怖かった。ここにいれば安全じゃん。お、いるかなぽいね。ちょっと待って怖えなこれ。 急に来たりしないこういう穴から。まあ、来たらこう、また飛べばいいか。一回見つけたらね、俺を死ぬまで追いかけてくるから。高速でさ。はい、じゃあドア見つけに行きましょう。<laughs> <laughs> ファインドドア。ちょっと待って、足音聞こえない自分の足音が反響してるだけいないそこの扉行きたいんだ、俺。 まずここの扉から。ここじゃない。扉いくつかあったよね。じゃあこっちから行きましょう。こう、明かりでさ、寄ってきたりしない大丈夫うわ、怖え、怖え死んだらまたやり直しだからな、これ。うわ、怖え来ないでね。頼みますよ信じてるからな、俺は。 あれ他の扉ってどこだっけつまずくな、主人公。このね、坂がね、一番つまずくんだよね。つまずかねえんかい今回は。これはあっ。えなるほど。かしこまりました。はい。あ、そう、これどうやらね、スマホ版もあるみたいで、スマホ版になっちゃったこれ、PC やってんのに。<laughs> <laughs> なんだこれはい。えー、今の死亡確定エンドみたいな感じかな。扉開けたらやられちゃったね、社外に。なんだそのクリアしたらスマホっぽくなるシステム。あ、これカミングスーンってことか。まだ出てないのね。なるほど。プロローグだけしかできないと。はい。いきなり始まりましたね。えー、お次は IT 企業に勤める社員さんのホラーゲームみたいなんですが。あとはね、詳しくは書いてなかったですね。説明に。はい。ツルッパけコちゃんがいますね、ここに。あ、ここにも。 <laughs> ここはなんかそういうつるっパゲにしないといけないっていう掟きがあるのかな話しかけられないねはいあここいないこれが僕のデスクかな主人公も多分つるつるしてんでしょうねあ急に来ないでよはいあようやくお顔がああまたしっかり英文だわはいちょっと何言ってるのかよくわかんないですね この方は何て言ってるんでしょう <coughs> ってはい、ああ、掃除機新しい、後ろのやつかな今驚いたやつ。はい。ああエクストリーミリチップトゥマック。それっぽく言ってみた。これあれですかねすごいコスパのいいお掃除ロボットを開発したみたいな。安めの。 掃除機ができたんだよっていう本当トだ掃除してるあのトイレのスポスポみたいなやつ <laughs> 表現最悪じゃんこれルンバの次世代機みたいな感じかなルンバって小型だからすごい便利だけどさこれでけえわこんなこんなでかいロボットを一家に一台とかそういう風に歌ったらクレーム来まくるぞお前 <laughs> 殺到しちゃうぞ、はい、いたのか君はいつからいたんだはい えーっと、ちょっと何言ってんのかよくわかんないですね。じゃあ、旅立ちましょう。ああ、そういうことか。機械が壊れちゃったみたいなこと言ってましたね、さっき。最初に話しかけた人が言ってた気がする。それを直すと、ほうほうほう。こうやって、直しましたよ。はいはいはい。いいですね。おー、いい。はい。ああ、どうしよう。 こっちの通路から行くか。ああ。またいたのツルッパゲい箱じゃん。はい。えーと、これは何言ってるんでしょうね。うん。はい。ちょ、よくわかんな、ね。いこっちのエグジットはいけないか。じゃあ、ここ行きましょう。これも、あこれも直すのか。 なんか警告みたいなの出てるよ。いや、バイス死ぬでしょ、絶対。ビルの4、5階ぐらいの高さから落ちたぞ、こいつ。<laughs> 相当脚力があるんでしょうね。はい。なんか変なとこに飛ばされちゃった。何ここ。嫌な予感しかしない。うん。お。なんか、ああこれ、お掃除ロボのパーツの、なんていうの えっと、なんて言うんだろう、こういうの。まあ、ストレージ、ストレージ、そのままです。はい。収納ボックスですよ。ああこうやってどんどんコスパいいいお掃除ロボを作ってんのか。ほうほう。これ何壊れてないはい。特に何もできないか。なにねね急に曲が変わった。なにひょっとしてなんかに割れてる なんか足音みたいなのカツカツ聞こえたなさっきブレーカーはいスイッチお変えたで何だい何だいおここにもはい何してくるのこれ脱出ルートを確保するためのブレーカーってことかな 待って、聞こえるなえ何普通に帰ってきたんだけどえ <laughs> 終わっちゃってんじゃんちょっと待って鬼のようなうわっお前なんか 油断するんだよな、ここ。<laughs> お前、何回もびっくりさせんなよ。はい、ちょっと <laughs>、鬼のような速さでクリアしてしまったんで、もう一回やります。地下に足音聞こえたんで、化け物がいると思うんですよ。ちょっと遭遇しに行きましょうか。ホラーゲームじゃなかったもん、さっき。はい、OK。で、こっち行ったらダメだったんで、じゃあ今度はこちらから。あらー。絶対こいつがね、暴走して襲ってくるんだろうなと思いきや。 何事もなかったかのようにね、クリアしちゃったから。ブレーカーとか今いいです。はい。あ、いた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 お前だったのかさっきのカチャカチャの正体は。じゃあちょっと、おおこえこいつに追われながらの方が楽しそうだったな。<laughs> さっきのクリアはないわ。おお。ちょっと当たってみます あい,たい,たい,たいた食らった食らったよかったよかった <laughs> あこういうための通路かこれ逃れられんだねすげえ今ちょっと冷合わせいえたわ当たっても全然この主人公無反応だったからさ <laughs> 一緒に散歩してながらクリアできんじゃんと思ったわお見失ったああ気付いちゃうんだ <laughs> <laughs> すぐ見失うなと思って後頭部見てたら気づいちゃったはいいないよ俺はいませんよ猫だよ俺はよしよし猫作戦成功ですねこれが新しいお掃除ロボなんだ失敗作だよね絶対さっきの方がまだいいよねお家ちに置くにしては <laughs> これって当たり続けたら死ぬのかなあはいデスクトップに落ちましたね 俺この子が追いかけてくるのかなと思ったらさとんだ失敗作が来たねはい恐ろしい機械を作り出したもんだはい、えー、今回ですねこちらの2本のホラーゲーム実況をプレイしましたこの動画このゲーム達がいいと思ったらいいねボタン押してくれると嬉しいですはいということでここまでご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうバイバーイ